アッタロス3世は、アッタロス朝の最後の王である。アッタロス3世は、エウメネス2世とストラトニケの息子であり、前任のアッタロス2世の老いである。ベレニケと結婚して、娘を設け、娘は、ガラティアの王、デイオタロスと結婚した。フィラマタ・ユアージェティスとは、ギリシア語で、母、保護者を愛するという意味である。彼は、母のストラトニケとの密接な関係から、 このように呼ばれた。アッタロス三世は、ペルガモン王国の統治にはほとんど興味がなく、医学、植物学、園芸等の趣味に没頭した。彼には、後継者となる男子がなく、自身の意志によって、共和制ローマに王国を依存した。ティベリウスグラックスは、ペルガモン王国の財宝を、ローマ市民に提供することを要求したが、ローマ元老院はそれを拒否した。 ペルガモン王国の全国民がローマの支配を受け入れたわけではなかった。エウメネス2世の被着室子であることを主張するアリストニコスはローマに対して反乱を起こした。この反乱は紀元前129年に地圧され、ペルガモン王国はローマ、ポントス、カッパドキアに分割された。ありがとうございます。